皆さんこんにちは、じゅんこです。いきなりのすっぴんで申し訳ないんですが、今日はですね、お出かけをする予定はないんですけど、ある程度お肌を守ってナチュラル系のお化粧ですねをしてみようと思います。朝のスキンケアの方は終えています。まずはですね、こちらになります。こちらの方、アメリカではドクター・ジャートさんと発音するんですが、日本ではドクター・ジャルトさんというということを視聴者の方からコメントの方でいただきました。私はですね、アメリカの YouTuber さんとかお店に行った時もアメリカの方とお話しするので、カタカナ読みがですね、多分間違っていることが多いと思うんですね。で、教えていただけるのは実はすごくありがたいです。なぜかというとですね、やはり商品を紹介した時にタグをつけるんですが、その時に間違っていると検索から外れてしまうんですね。なのでこういうご指摘はすごくありがたいです。ということで、こちらのドクタージャルトさん、こちらの方をいつもは普通につけるんですが、今日はですね、こちらの持ちを少し長くさせるためにこちらになります。前回ご紹介したコーキーさんのファンデーションミキサーのマットにする方ですね、そちらの方を混ぜて今日は使ってみたいと思います。私のビデオを見てくださっている方はもう何回も見てると思うんですが、こちらのドクタージャルトさんの方ですね、このような緑色をしています。そして肌につけるとですね、しばらくすると肌色に変わるんですね。なのでこうお家にいる時にはカバー力までとは言わないんですが、くすみを消す程度の作用はあるのですごく便利です。そしてこの歯科成分ですね、肌を落ち着かせる、免疫力の回復を助ける作用もあるので、週末などのですね、肌を休ませたいなという日にはこちらの商品ぜひ使っていただきたいと思います。このくらいですね、取ってみました。こちらの方がミキサーの方ですね。で、ドクタージャルトさんの方です。前回のエルフさんの時にですね、ちょっとファンデーションの方が分離してしまったんですが、今回はどうなんでしょう。肌にのせた時にちょっとこう、やっぱりちょっと違いますね。でもこう伸ばすと大丈夫なんですけど、やはりファンデーションの時と同じで、こちらの方ですね、混ぜて使うと少しこう分離した感じですね。肌につけた瞬間はですね、ちょっと伸ばしづらいんですが、指で伸ばした時はとりあえず問題なくつきました。ほんの気持ちなんですが、マットになった感じです。ドクタージャルトさんのですね、こちらの歯科クリーム、日本に帰った時にですね、実はこちらのピーチパーフェクト、このファンデーション、こちらの方シアトルで使っている時はちょっと乾燥する感じだったんですね。こちらのドクタージャルトさんの方を先につけるのではなくて混ぜて使った時はすごくファンデーションの持ちも良かったですし、時間が経ってからの乾燥も全くしませんでした。何かを隠すわけではないんですが、こう全体的に肌のトーンを整えてくれるという感じですね。次にですね、コンシーラーの方をちょっと使いたいと思います。たくさんまだ紹介していないものがあるんですが、私が今まで試した中ではダントツでですね、やはりこちらロレアルさんのインファラボのコンシーラーは優秀だと思ってます。なんですが、こちらの方伸びがいいのと、かなりこうカバー力も強いので、ポンポンポンってのせるよりも手の甲などに取っていただいて、でそちらをこう指でこう乗せていった方が多分部分的に使うにはいいと思います。そしてですね、やはりこう目のクマなどがある方はこのインファラボでもいいと思うんですが、かなりのカバー力が出てしまうのでナチュラル感というのはないんですね。軽いメイクをしたいという時にはちょっとこちらの方はカバー力が逆に言うと出すぎてしまうという感じで、私の今まで使った中でですね、目の下におすすめできるというのが、まずこちらですね、ミラネーゼさんの
コラーゲンコンシーラーというものなんですね。まあコラーゲンっていうのはまあ肌からすごく吸収されにくいのでコラーゲンの成分はどうかなと思うんですけど、こちらの方はこうつけた後にですね15秒ほど待っていただいて、その後こう指で軽くこう広げていくという手間は必要なんですが、かなりいい感じで使います。私のようにこうちょっと目の下にですねシワがある人でコンシーラーなどを使うとそのシワが目立ってしまうという方におすすめなのか、お値段の方はちょっと高くなってしまうんですが、こちらですねアルマーニさんのコンシーラー、そしてプチプラ系ではですねこちらのメイベリンさんのインスタントエイジリバインドコンシーラー、こちらの方がおすすめです。今日はですねこのメイベリンさんの方を使ってみたいと思います。こちらの方スポンジの方がついていたんですが、やはりこう使っていくうちにですね私はこのファンデーションのこうスポンジに残っているものがこう洗って使ったりはしていたんですが、やはり衛生面で気になったのでスポンジの方は取ってしまいました。なのでこちらの方ですねカチカチカチとやると直接このように出てきます。それをこう指で取って使います。色の方がですねニュートライザーという色です。少しこうオレンジ色っぽいんですね。目の下に塗るには最適な色だと思います。こちらのニキビ跡に関してはちょっとここにも今あるんですけど、こちらについてはコンシーラーの方はこちらダーマブレンドさんのコンシーラーを使いたいと思います。私は2色持っています。こちらの色がですねウォームアイボリーという色で、こちらの方はサンドベージュという色です。サンドベージュの方はちょっと色が濃ゆいんですが、ニキビなんかを隠したい時は先に暗い色ですねを軽く塗って、その上から自分の肌色をなじませるといいというので、まずはですねこちらのサンドベージュの方を軽くこう指でつけて、指で大丈夫かなと思ったんですけど、やはり小さな筆でのせた方が良かったかもしれません。そしてその後にですねこちらちょっと肌色より明るめなんですね。なのでこちらの方をまたちょっと指の方で取ってですね、ちょっとまだこちらの方こう色をのせてるのが分かりますよね、こちらの方もなんですが、ちょっとこう定着するのを待ちます。今日はですねタチャさんのプライマーの方も使おうと思ったんですが忘れてました。いつものことですね。眉の方はメイベリンさんのトータルテンプテーションのブロンド、そしてマスカラの方はいつものですねキャンメイクさんのクイックラッシュカーラーですね、こちらのブラックを使いました。日本に帰った時にもですねキャンメイクさんのマスカラとあとファシオさんのですねボリュームマスカラの方はストックとしてまた買ってきました。キャンメイクさんのこちらのクイックラッシュカーラーの方が前はですねブラックの方ですねもうクリアのタイプの方もこちらのピンク色だったんですね。なんですが今回黒い方は黒い容器に変わっていました。いつもはですねこちらの後ろの方ですねにちょっとこの小さく黒い点でブラックの意味だと思うんですけど BKというのがあるんですが、こちらの方で見分けていたんですね。なんですが今回容器の方が黒に変わっていて分かりやすいようにしてくれたんだなと思いました。ただですねフォーミュラの方ですね成分の方が変わってないといいなと思います。良くなっていたらいいんですけど私はもう十分満足しているので、はい、アイメイクの方も今日は簡単に済ませたいと思います。まずはですねアナステージアさんのこちらの色になりますね、オレンジソーダという色です。
こちらの方をこのような大きなブラシでこうアイホール全体にですねつけていきたいと思います。そして次にスティラーさんのキトゥンですね、こちらになります。こちらを指でつけていきます。キトゥンの方はアイホールを中心につけて、その後ちょっと内側の方に伸ばしてみました。で、先ほど使った筆ですね、大きな筆で再度少しブレンドさせます。前回のエルフさんのですねファンデーションをこのコーキーコスメティックさんのファンデーションミキサーですね混ぜて使ったんですが、エルフさんのファンデーション自体がかなりカバー力もあるんですね。ブロンザーやチークなど使わなかったんですが、カバー力のあるものを使ってしまうと顔全体がですね真っ平らになって見えてしまうので、やはりちょっとブロンザーをつけたりとかチークをつけて顔の凹凸を出した方がいいと思います。今日はこちらですね、スティラさんのハイライターなんですが、こちらも色の方はキトゥンという色です。こちらの T ゾーンに使うにはちょっと色の方が合わないかなと思うので、このこちらの部分にちょっと使ってみたいと思います。メイベリンさんのこちらですね、シティブロンザーの100番、こちらの方を少し使いたいと思います。ケビン・オークインさんのコントワーのパウダーも前に紹介して、私はすごくこう自然な感じですね、強く出したい場合は何度もこう入れていかないといけないんですけど、私のようにですねこう色の入れ方があまり上手でない人はですねすごくこう自然に少しずつこう重ねていけるので、使い勝手が良くて好きなんですね。でメイベリンさんのこちらのシティブロンザーの100番もですね、ブロンザーとしては色の方はちょっと薄めなんですけど、こうちょっとこう入れてもですね自然な感じでこうブロンズが入るので、色がですねやはり強くブロンザーを入れて凹凸を出してしまうと化粧した感が出ちゃうんですね。なんですがこちらのメイベリンのシティブロンザーの100番はかなり自然なつきで、色合いもですねオレンジ色っぽくもなくって、すごく色がナチュラルにつくのでおすすめの一つです。リップの方は今日はランコムさんの236番、こちらを使いたいと思います。肌なじみのいいピンクですね。そんなにこうポンと浮き出る感じではなくって、結構好きです。最後にですね、先ほどのコンシーラーをつけている部分をこちらの筆ですね、コンシーラー用のシグマさんの F70 ですね。こちらで直接ですね、このニキビの部分には触れずにその周りをですね外側に向かってなじませていきたいと思います。はい、ということで一通りのメイクが終わりました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。